スバルソルテラとトヨタ BZ4X を比較史上走りのプレミアム感はで両者の違いとともに解説します。比較史上名古屋から金沢へ。ついに話題の BEV を行動で試乗することができた。トヨタ BZ4X とスバルソルテラである。これまで BZ4X は袖ケウラフォレストレースウェイにて、 ソルテラは雪深い群馬サイクルスポーツセンターでそれぞれプロトタイプのプレス向け試乗会が行われており、筆者もソルテラは体験済み。とはいえ雪の中だったので、AWD の BEV らしいシームレスな走りは体感できたが、車自体の完成度を理解するところまでは行っていかなかった。 今回の試乗会は名古屋から金沢まで中部地方を北上するコースで行われた。コースの中ほどにある九条八万で BZ4X とソルテラを乗り換える形で半々で試乗したのだ。前半は 104km、後半は 154km の距離を走る設定。これだけなら WLTC モードで1充電走行距離が 542km。 ソルテラの AWD モデル ET-SS もあるので楽勝と思いきや、次の試乗者のために前半は 200km、後半は 50km 以上の走行可能距離を残すべし、という特別ルールがあった。それとスタート時の走行可能距離との兼ね合いにより、必ず途中の充電スポットに立ち寄らなければならない設定になっていたのである。 充電も含めた BEV 市場というと聞こえはいいけれど、やはり DEV でロングドライブをしようと思ったら、ガソリン車よりも綿密な計画性が重要になる。では出発してみよう。走りのプレミアム感はハリアー級。我々の試乗したソルテラは上級モデルの ET、HS、駆動は AWD だった。 走り始めていきなりとなったのは、スタート時に3 7 2トルあった走行可能距離がものの1分で2 7 4トルまで目減りしていたこと。エアコンを入れただけでえらく電気を食うのだ。ソルテラの一充電走行距離、WLTC モードは FWD なら5 6 7トルだが、18インチタイヤの ET。 SS は 542km。20インチを履く ET、HS になると 487km まで落ち込む。さらにエアコンオンで2割くらい減ってしまう。それでもスバル曰く、他社の BEV と比べればカタログ値との乖離が少ないのだそうだ。燃費関係はこれくらいにして、本題である車のフィーリングについて、 これは本当に優秀だと思った。走る曲がる止まるの部分、そしてスロットルやステアリング、インフォテインメントなどの操作系はおおよそガソリン車から乗り換えても違和感がなさそう。そして例えばトヨタで言えばハリアー、スバルならフォレスターと比べても、走りのプレミアム感においてそれらを完全に凌駕している。 モーターの静けさに対するロードノイズやボディの風節音などのバランスの良さがプレミアム感につながっているのだ。前後に配置された 80kWh のモーターによる加速は驚くほどのものではないが、パワーの角が丸められており、私的な雰囲気すら漂う。これらは両者に共通する印象なのだが、ガソリン車から乗り換えるユーザーに配慮した素晴らしい味付け。 そして完成度の高さなのだと感じた。話題の兄弟 BEV 迷ったら車の完成度は間違いなく高いトヨタ BZ4X とスバルソルテラ。ではこの2台で購入を迷った場合、何が決め手となるのかそのポイントは2つあると感じた。前後マスクの違いによる見た目、もう1つはステアリング裏の回生パドルの有無である。 パドルが付いているのはスバルの方で、まるでギアをシフトするように右を引くと減速度が緩く。左を引くと減速度が強まる。減速度改正の強さはパドル操作で4段階から選べ。さらにセンターコンソールにある S ペダルスイッチによって最も減速度が強いワンペダルドライブも可能になっている。 ソルテラが顔の表情も改晴による減速フィールもガソリン車風であるのに対し、BZ4X は近未来的、DEV らしいスタイリングと改晴の設定になっている。BZ4X の改晴は標準とリジェネレーションブースト、スバルでいう S ペダルスイッチの2モードで、改晴の強さを細かく選べない。だがこちらもすぐに慣れ、 違和感なくまとめられていると感じた。それよりも今回我々が試乗した2台はタイヤサイズが異なり、これが車全体の印象を決定づけていた。BZ4X は滑らかで軽快な18インチを、ソルテラは抵抗感があり、でもいざ荷重をかけると横方向にたわみがちというどっちつかずの20インチを履いていた。 タイヤサイズの違いがフィーリングだけでなく走行可能距離にも大きな影響を及ぼしているので、どちらを選ぶにせよタイヤは18インチがおすすめだ。スバルソルテラのスペック。スバルソルテラ FF。全長 4690mm。全幅 1860mm。全高。 1650mm ホイールベース 2850mm 最高速度税時速 100km 加速航続距離 530km 前後電費 CO2 排出量車両重量 2205kg パワートレイン交流動機電動機 最大出力全小格好割りコロン百五十キロワット。最大出力高小格好割りコロン。最大出力システム小格好割りコロン百五十キロワット。バッテリーリチウム電池。総電力量七十一点四キロワットアワー。総電圧三百五十五部 AC 充電器最大出力6 6キロワット d c 充電器最大出力最大1 5 0ットステアリングラック平行式電動パワーステアリングサスペンション全小格好割コロンストラット式コイルスプリングサスペンション交小格好割コロンダブルウィッシュボーン式コイルスプリングブレーキ 全小滑降割りコロン電池ンレーテッドディスク。ブレーキ、あと小滑降割りコロン電池ンレーテッドディスク。ホイール、18インチ。タイヤ、235、60R18。スバルソルテラ w D、4WD、mm。全長、mm、4 6 9 0トル全幅、1 8 6 0トル全高 1650mm ホイールベース 2850mm 最高速度税時速 100km 加速航続距離 460km 前後電費 CO2 排出量車両重量 2205kg パワートレイン交流動機電動機 最大出力前消括号終わりコロン80キロワット最大出力後消括号終わりコロン80キロワット最大出力システム消括号終わりコロン160キロワットバッテリーリチウム電池総電力量71.4キロワットアワー総電圧 355V AC 充電器最大出力6 6キロワット d c 充電器最大出力最大1 5 0ットステアリングラック平行式電動パワーステアリングサスペンション全小格好割コロンストラット式コイルスプリングサスペンション交小格好割コロンダブルウィッシュボーン式コイルスプリングブレーキ 全小滑降割コロン電池レーテッドディスクブレーキあと小滑降割コロン電池レーテッドディスクホイール18インチ20インチタイヤ 23560R1823550R20 トヨタ BZ4X のスペック全長4 6 9 0ト、mm、ル全幅 1860mm 前後 1650mm ホイールベース 2850mm 最高速度0時速 100km 加速8.4秒 FWD 7.7秒 4WD 航続可能距離5 0 0トル前後 f w d 4 6 0トル前後 4WD。W D 電費。CO2 排出量。車両重量。1920kg。FWD。2005kg。4WD。パワートレイン。交流動機電動機。最大出力。全小滑降割りコロン 150kW。FWD。80kW。4WD。最大出力。 高昇格好割りコロン FWD80 キロワット 4WD 最大出力システム昇格好割りコロン150キロワット FWD160 キロワット 4WD バッテリーリチウム電池送電力量71.4キロワットアワー送電圧 355V AC 充電器最大出力6 6キロワット d c 充電器最大出力最大1 5 0ットステアリングラック平行式電動パワーステアリングサスペンション全小格好割コロンストラット式コイルスプリングサスペンション交小格好割コロンダブルウィッシュボーン式コイルスプリングブレーキ 全小格好割コロン電池レーテッドディスク。ブレーキ。あと小格好割コロン電池レーテッドディスク。